飽きたんだよ。あ、そうだ、この中に1000万入ってる。パスワードはエリーの誕生日に開ければ分かる。一つ聞いてもいい？うん、何？この29日の間、大輝は少しでも私のこと好きになったことある？ないね。冗談だよ、バーカ。何？じゃあね。さよなら。ただ遊ばれただけって分かってるのに、バカみたいにちょっとときめいてる。ずっと一緒にいれるわけないって分かってるのに、なんでバカみたいに少し本気になるんだろう。あれから私は無理に自分を忙しくさせて、大輝と過ごしたあの時間を忘れるために。この中に1000万円、パスワードはエリーの誕生日の時に開ければ分かる。エリーへ、誕生日おめでとう。エリーがこの手紙を読んでいる時は俺はもうこの世にいないだろう。末期の肺がん、俺はこんなの余裕で乗り越えられると思ってた。でもさすがに愛という不確かなものじゃどうにもならなかった。結局最後までエリーが好きだってことを伝えられなかった。今となっては一番の後悔になってしまった。あんまり悲しむな。恋敵になるようなこんな幼馴染がいなくなって、このお金があればきっといい旦那が見つかるだろう。だから今世で結ばれるのはもう叶わないな。でももし来世でまた会えたら、必ずエリーに言ってやりたい言葉があるんだ。愛してる。あなたに会えば二人